それでは一人目煽り食い、まずいいですか、今日のどうぞ。最初に言っておくんですけど、私野球動画だったらレペゼンさんより再生数取れますんで、正直舐めてもらったら困ります。そんなに逸材なのにお金がないせいで、金の卵が多分 金玉なんですよ。なので今回はそのレペゼンさんに投資してもらって、で、金玉を金の卵にしてもらおうかなって思ってます。なので今その YouTube で再生数取れてる私をうまくレペゼンさん利用した方がいいですよ。最近再生数低いんで。それでは一人目どうぞ。変なとこから始まった。それでは一人目の志願者どうぞ。どうも本田翼でーす。あれちょっと待って、やばい。あ、はじめまして、青木香奈と申します。元男の子です。元男の子。はい、それは本当。あ、本当です。いくつの時に？あ、性転換ですか、はい、22歳の時です。もう全部ポコチンも全て落としました。で、名古屋でお年玉したんですよ、金玉を。1月3日に。だからお年玉です。あれ、いつ目覚めたんですか？目覚めたの、すごいテンプレナ的な発質問しますね。いや、ちょっとまだコメント欄でうちの視聴者初めて見る人みたいなやっぱ多いんで、やっぱ自己紹介みたいな、はい、あ、本当ですか、はい。元男の子 YouTuber の青木香奈と申します。元男の子系 YouTuber、はい、で今年30歳になりました。今年 30? はい。タメや。タメですね。タメ、俺とタメ。学ラン来てた時私も学ラン来てました。はい、まあそうなるわな。声はかなり女の子や。あ、頑張ってます。頑張って喉元上げる練習しました。マジで、そんなことできるんや。え、低い声出してるよ。低い声逆に出せなくなったんですよ。喉元昔ここにあったんですけど、逆に上げるトレーニングしたらここに首の奥に行っちゃって、逆に低い声がカラオケで出なくなりました。低いな。そうなんだ、はい、どうです。いやいや、どういうことどういうこと。どうですって。どうですって。雑魚かどうかの話。いやいやいや、まだ分かんない。ちょっとまだ勝手に振られたみたいにちょっとやめてください。まだ日本語は通じてる。一旦座っていただいて。まあ、はい、失礼します。はい。でもコメント欄で、はい、結構可愛い多いです。それそうです。そこら辺の女よりは美女なんで、はい、何して生きてきてるのかなと、私に抜かされた女どもはみたいな。はい。尖ってるっすね。はい。尖ってます。あとコメント欄で相馬さんが好きそうって書いてあるっすね。でも相馬さんはついてる人しか無理みたいなこと聞いたんで。3割が好きですよね。なんか私の周りの元男の子は結構食われてるって噂聞いて。ガチで、はい、やっぱ私は取っちゃったから。あ、食われてないんだ。人工で作ったと。そうです、そうです。でも本田翼にちょっと似てるみたいなのあるけど、それはちょっとどうなんやろ。いやいや、本当ですよ。街中でマジで間違われて追いかけられてって動画結構出してるんですよ。似てるしね。確かに。で、同い年だし身長も同じぐらいだしみたいな。同い年の社長と。はい、そうです。え、俺と同い年なの。そうです。29歳。本田翼30歳か。え、やば。翼急に翼溜めたお前。急に溜め子。じゃあ、はい、自己紹介も終わったことだし、はい、今日の、まあ、本題である、はい、希望金額まず、はい、希望金額は300万円です。おお、結構現実的ですね。昨日一昨日に比べたら。昨日1億円とか言ってるやついたから。そういうのはIQ 低いんで。ああ、ザコってやつ。ザコ。なるほど。じゃあ300万円でのビジネスプラン、いいですか。はい、私は、プロ野球の試合で始球式をしたいです。なるほど。で、始球式にかかるお金が約200万円。で、残りの100万円は、はい、機材などに、使いたいです。撮影の機材とかに。そうです、やりたい企画、これ動画の企画で始球式やりたいんですけど、はいはいはい、元男の子が始球式投げたら
周りの観客たちはどういう反応するのかっていうのをやりたいんですよ、うん、ああなるほど。で今も私野球ボール投げてるんですけど、当時男の子の時142キロ投げてたんですよ。142キロ、はい、142キロ投げれると、はい、そこら辺のプロ野球選手よりは早かった、速いか同じぐらいだったんですけど。それ化け物ですね、はい、で今125キロ出るんで、一見ただの女、まあ、女性タレントが始球式投げてきてスピードガン出るじゃないですか、はいはいはい、そこで120キロ出したら多分観客の人たちえみたいな反応するから、観客の人たちを撮る用の GoPro が多分大量に必要なんですよね。なので200万円の、始球式費用と100万円の人件費と、GoPro、まあ、20個ぐらいを、考えております。それで300万円ぐらい余裕を持ってっていうプランでございます。なるほど、はい、GoPro は借りるっていう選択じゃないですか。あ、だったらもっとあの金額下げますよ。全然下げていただいて。だってその始球式1回のために、はい、GoPro を買うのは確かに、まあ、もう確かに、まあ、それ売ってあのポケットマネーしちゃうかなと思ったんですけどあいつさあ お金ちょっとなくて、はい、あのちょっとあの税金のペナルティー食らって今お金全くないんで、うん、ただ野球動画出すとあのレペゼン地球さんよりは再生数は私取れるんで、大体、はい、あの5、600万再生は、5、600万再生、はい、大体平均の日常動画は10万再生なんですけど、野球動画だけは伸びるんで、5、600万再生出るならヒカキンよりも出とうよ。ヒカキンさん、いやもう比べないでください。比べないでください。野球動画だけだったらもう、はい、ゆきりぬさんには勝てます。毎日野球動画やったら私の右腕が負傷します。ああのプロ野球選手の大事な右腕なんで、むしろ稼ぎ頭だ、稼ぎ頭なんで、それで持ってるんで。言っちゃうか。なるほど、はい、すごいな。で、まあ、あの多分ウィンウィンにならなきゃいけないと思ってて、はい、あの野球企画の時ユニフォームとか着て、そこにベテラン地球さんとかあのそういうの入れて、あの新しい層を私も供給できるかなみたいな、野球の層っていう。なるほど、はい、だから始球式出るときは多分1000万再生いくので、ここにレペゼン地球さんの名前が載るっていう。うちのチャンネル5、60代ばっかなんで、おじさまを供給します。5、60代ばっかな、はい、いないと思うんで、はい、5、60代のあの政治に文句言ってそうなあのおっさんどもを供給します。はい、はい、すごいな。その 何笑ってるんですか。ちょっと1000超え、いやレペゼンさんのファン怖いからちょっと、はい、いや多分大丈夫だ。あ、大丈夫です、はい、え、でも一個本当に僕気になってるんですけど、はい、その始球式に出るのに200万って言ってたんですけど、はい、200万、約200万っていうことで、かかるんですか。はい、始球式に出ているその、タレントの方とかって、なんか例えばドラマとかの、その主演の方とかが出たりするじゃないですか、はい、ちょっとスポンサーさんがいるから出れるんですよ、はい、でも私みたいにスポンサーさんがいないような普通のただのそこら辺の YouTuber なので、自腹でしか出ることができないっていうことを、DeNA のベイスターズの中の人に言われました。へ、大丈夫なんですか、そんなこと言っちゃって。中の人から教えてもらったら、だからもう今日はもらう気満々で今日来てるんで、もういいかなって。逆に200万払ったら誰でも出れるみたいな言い方。いや、それはないですよ、ちゃんとありますよ。そりゃそこら辺のチンチクリンが出れるわけではないんで。じゃあ青木香音さんが出るなら200万ぐらいと言われました。200万払えばいいよと。はい、じゃあ出るのはベイスターズ。ベイスターズはぶっちゃけファンじゃないんで。お前やばいな。いいよ、ぶちゃくちゃやよ。あのヤクルトスワローズファンなんで。尖ってるわ。スワローズなんだ。でも200万払ってもヤクルトが。まあでも出れるんだったらどこでもいいんですけど、ぶっちゃけ。お前やばいな。ぶっちゃけどこでも。はい、むしろあの再生数だけあの得れればもう私どうでもいいと思ってるんで、家庭は。どうです？その動画の。はい。広告収入はご自身でもらわれるイメージですか、はい、要はリターンが広告の枠を売りますだと、さすがに1000万再生の T シャツのロゴだけだと相場的には合わないですよね。あ、そこはちょっとあの、はい、大人を交えて話したいです。ちゃんとそこはあの、うん、柔軟にやります、うん、もう登録者数と再生数を獲得できれば、うん、はい、まず年内に100万人登録いきたいので、まずその、うん、起爆剤として私は今回考えておりますので、収益っていうよりかは企画をやりたいっていうことです。今リターンの話多分されてるから、うん、 そうですね、そのあなたの目標とかじゃなくて、はい、ごめんなさい、ちょっとテキーラ飲んできたんでちょっと今ごめんなさい、はい、そのリターンが要は200万円こっちが出しても、うん、あ、もう全部差し上げます。
お金全額バックってこと？あの収益はあのもし差し上げます。あ、企画ができればいいです私は。あ、なるほど。その動画1本分の収益を全部くれる、はい、なのでやらせてくださいってことです、うん、ピエロになりますので皆様の、はい、あの過去に出した動画だいたい、まあ、少なくとも300万再生はいきます、はい、じゃあ、試算してじゃあ500万再生です、はい、まあ、単価がじゃあ 0.3 円だったとして、はいはい、150万です。うちのチャンネルおじさま多いんで 0.3 円ではないです、うん、もうちょっといきます。もっと多いです。 0.7 円、 0.5 円、6円ぐらいです。 0.5 円、はい、そうするとじゃあ、まあ、500万再生いったら250万アドセンス入りますね。はい、アドセンス丸々お渡しします。おちゃんとアナリティクスも見せますので、うん、ってことは300万出して250万返ってくるってことは残りの50万はロゴ代っていうことですよね。そういうことですね、うん、はい、シンプルなプランですね確かに、はい、もう誰も損しないプランです、うんうん、まあ、500万再生いかない場合がってことですね。そう、いかない可能性があるっていうのと、うんうん、まあ、そのロゴ代が50万が高いか安いかって話ですね。あと今どこでもいいって言ってたじゃないですか、うんうんうん、はい、そのでもベイスターズの人から言うと200万で出れるよって言われて、200万ぐらいと言って、でも今ベイスターズはファンじゃないって言ってて、うん、結局渡したところで始球式できるのかなってちょっと思いません？あ、でも本当にどこでも始球式に出れない可能性ありますよね。そういうことです。 GoPro 買ったけど出れないって言ったことそこは実現の問題ですよね。ちょっと待ってよ、確かにちょっと話が違ってたな、はい、その出れるって確約がないような気がしてるんですけど、はい、出れるんですか？ちょっと私の知り合いがベイスターズの中の人なんですよ、うん、DNA の、うん、なのでそこの人になんか200万払えばいけますよ青木さんっていうのは私の所属事務所のウームに、あの、うん、あ、ウームなんですよ。ウームなんだ。そうです、そうです、ウームです。ウームなんだ、はい、ウームを通して、はい、さっきヒカキンの悪口言ったよね確かにちょっとこれカットしてもらえますか？いや長い時間そこ忘れてた、ちょっとテキーラ飲みすぎて忘れちゃいました。やばいなぁ。そうか、ウームです、ウームです。クビになったウームの中 あの唯一の生き残り、はい、誰ともコラボせずに50万人まで行ったから、あのポテンシャル伸びしろはいっぱいあるんで投資する価値あります。はい、確かに、はい、誰ともコラボせず50万、そうです、そこら辺 あのコラボしまくって100万人登録いってる YouTuber よりも、あの今私再生数多いんで、あのオワコンになる確率は少ないです、先輩方のように。でも50万人いたら2、300万なんてすぐ入るじゃないですか。違います、あの2020年度に稼いだお金を全部ブランド物の爆買いしちゃったんですよ、うん、そしたら2021年の税金が払えなくなって、うん、ペナルティー食らって、あの今税金返済中だから、あの使えるお金ないんですよ、うん、なので、はい、ちなみにいくら返済中なんですか？これ本当のこと言っていいんですか？もう言いたくなければ、言いたくなければ、まあ、もろもろ500万ぐらいです。あ、はい、50万人だとでもアドセンスだったら 0.5 円だったら結構入るんじゃないですか？まあ、結構入るんですけど、2ヶ月ぐらいで返せそうですよね。そうです、うん、そうなんですけど、いろいろなあの支払いの方に回してしまってて、浪費癖が激しくて、あのいつも毎月月末になると手元のお金が7000円とかになっちゃいますね。あれ、いやコメント欄で50万人いないって書かれてましたよ。え、47万人です。なるほどね。はい、でもほぼ変わんないんで、まあ、イエローカードですよ今の。いやちょっと性格悪いってそういうコメントする人。あとあのコメント欄で今来てるのが、あのその野球は確かに再生伸びてるけど、うん、普通の動画は結構再生数低いって書いてある。低い、でも10万再生くらいですよ、うんうんうん、あ、本当です、はい、まあでも今回野球なんでいいんじゃないですか。まあ確かに、まあ、確かに。そうですよ、上げ足取ろうとしてるコメントのやつらは相手にしなくていいんだよ、はい、まあ生放送だからこそやっぱこういうのも拾っていきたいなという、はいはいはい、もうそんなもう人の不幸は蜜の味みたいなやつらもうほんといいんで、はい、ブランド売れよって書かれてました。ブランド、はい、確かに、そういうのはやらないっすやらないっすやらない、コラボもしないしブランドもやらない。そう、自分でその去年大量買いしたブランドを、ちなみに私指輪とかルイ・ヴィトンの指輪、はいはい、あの多分8万円ぐらいで買ったんですけど、はい、売ったら2000円ぐらいしかなくてちょっと全部買ったやつ売ってもあの数万円しかなくて、なるほどなるほど、もう、はい、二度とブランドも買わないっていう。2000円なんだ、はい、靴も15万の靴買ったんですけど
3000円ぐらいしか売れなくて。なるほど、はい、それは視野に持っていくのもったいない。はい、ちゃんと売ったんですけど ね、まあ、ね、だから多分月の、入ってくるのが多分2、300万あると思うので、2ヶ月我慢すればね、300万貯まって3ヶ月後にその企画やればいいんじゃないですか。いや違うんですよ、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 あの支払いがあるんで、私税金の。それ我慢しましょうよ、そんだけやりたいんだったら。私差し押さえ寸前まで行ったんですよ。それ運営に助けてもらう。あ、そう、助けて。でもそれやっちゃうとちょっと青木さんの在籍に危機が迫ってきますって言われて、今なんとかしようとしてやってるところです。だから草野球のおじさんの中に混じってドッキリするっていうことしか今野球企画できないんですよ。でもそれでも300万再生いくんですよ。もうコスパ重視の企画でしかできないから、この金の卵を金玉にしませんかっていう。今ついてないんじゃないですか。ついてないです。ついてないです、はい、持ってない金玉は。持ってないですけど、まあ、金の卵なので伸びしろしかないです、うん、まあ大体聞きたいことを聞きました。まあそうっすね、はい、うんうん、お願いします、うん、じゃあもう入りますか、うん、もうこれ以上逆に最後伝えたいこととか、なんかまだ言い忘れてたこととか、最後の押すポイントとかがあれば。言い忘れたこと、もうでも全部言っちゃって、うん、はい、じゃあ僕たちも白くに戻った時は怖いなっていうぐらい。言い過ぎた、言い過ぎた、言っちゃいけないことまで言ってた。ウームにいながらヒカキンの悪口言う人いるんですね。いやいや、痛い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 、ちょっとやめてやめて。ということで、じゃあ、まあ、僕たちも聞きたいことは聞けたんで、はい、ジャッジメントタイム入りますか。はい、わ、はい、かりました。せめて100万でも。コメント欄は半々ぐらいかな。お願いします。可愛いが半分と。いやいや、可愛いのどうでもいいんですよ、お金です、お金。ちょっと長いみたいなのが半分ぐらいかな。水溜りボンドさんとコラボした時も私の方が再生数多かったんで。なるほど、ウームに入っとるとは思えんことしか言わんな。お願いします。水溜りボンドもウームよね。はい。お願いします。ウィンしかないんで。え、損はないですよ。3万1000人見てますね。同席3万1000。すごい、すごい、ほら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 、昨日見た時2万5000人だったから、やっぱり私を使った方がいい、絶対。一昨日はでも3万9000まで行ってました、ね、あ、じゃあはい、じゃあ行きますか。いや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 、待って、ちょっと、はい、これ同時ですか、それとも。いや、まあじゃあ僕からいきますか、脇からいきます。あ、じゃあ僕からいきますか、はい、じゃあ脇の、はい、お願いします。金額お願いします。はい、本当の金額なんです。僕が出した金額は15万円です。すごい。結構出すね、脇。はい、まあ GoPro1 台ぐらい買ってもらおうかなと思って。ああ、まあ優しさですね、これは、はい、なるほど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 。お願いします。じゃあ僕の番ですね。はい、僕は10万円です。おお、まあ、あんまりメリットがないかなって、うんうんうん、もう出た、もう売れっ子の YouTuber だから。うん、服そんなには、うん、かかんなくても別に儲けるわ。服のユニフォームに名前乗るぐらいじゃ、うんうん、だってこの次銀太さんソフトバンクで始球式投げちゃうから、うん、その枠を私に。いや、おかしいな。おかしい、おかしい。じゃあお前が300万払おう。違いない、うん、うん、ということですね、はい、まあそのメリットがメリットじゃなかったんで、やっぱ、はい、実現するかどうかも確かじゃないなっていう、はい、とこがある。じゃあ加本さん、はい、じゃあ僕は、はい、ヒカキンに頼るで。さんに頼ってください。15万と15万と25万もらえるんじゃないですか。いや、これはあの目標金額に1円も達成しなかったら全部。なんなんだこの企画は。勉強してこい。マジか。勉強してこい。マジか。じゃ昨日初めて見たからこの企画。この元男おもろいわ。いや、いや、私騙された。いや、この人おもろいな。ありがとうな。気をつけて帰れよ。いやいやいや、やばいな、この人たち。違う企画でやりますね。新店がコラボとかは面白そうですよね。確かに。これめちゃくちゃおもろい。お金じゃないってなった。ヒカキンに頼る。ヒカ
間違いないですね。確かに 100% の回答や、うん、間違いないな。いやーめっちゃおもろいわそれ。確かに一番正論きたわ。びっくりしたな。コメント欄がめちゃめちゃ多分あのすっきりしてました。視聴者がめちゃめちゃすっきりしてました。間違いないと思う。ハムオスさんめっちゃみんなライスって、はい。しかも彼女はあのなんか私がいるから再生数が同説が3万1000って言ったじゃないですか。うん、彼女がいなくなって同説増えました。